お前、KY 戦あるの何 ?KY 戦って。何 ?KY 戦って。手相なの何手相って。俺の手相ちょっと見てほしいわ。俺でもね、なんて言うのかなこんな自分の視聴者になんか、こんなこと言うの申し訳ないけど、手相とか、占いとか、占いまあ、占いとかを押し付けてる。 来る人、本当に、そ、気持ち悪い <laughs>。あの、女性に多いじゃん。本当に気持ち悪いと思う。お前の人生、そんなのに左右されず、そんなに薄っぺらい人生なんだって思っちゃうから、ここだけの心の中に秘めといてほしい。血液型占いとかを信じてるやつは。お前自分の人生、一回っきりの人生をそこに委ねるんだって思っちゃう。お前の両の足でゆっくりゆっくり、じりじりと歩いていかないんだって。 思っちゃう。話のネタぐらいだったらわかる。でも言うよな、政治家とかってさ、お月のさ、占い師いるっていうよな。なんかい、いな、言う、聞かないお偉いさんとかは、みんないるっていうよね。なんでだろう 決めらんないんだろうねもうてかぶっちゃけさどっちでもいいんだろうなあのどっちでもいいっていうのはどうでもいいとかじゃなくてやってみなきゃ分かんねえから自分でもうそんな国の未来なんて決められないよー助けないみたいな感じでやるんだろうねそうそう卑弥呼と変わんないそれ精神安定剤とか俺でもそういうのほんとに信じないからな全くごくまれに本物がいるんだよみんなお前お前に」 お前にちょっと言いたいけど多分多分なんか俺は違う気がする <laughs> そんなしみこみたいな人は俺いないと思うな手相は統計学だぞうんそういうもんなのんんかね 芸能人とかスポーツいなんかさ明るい話とかをするんだったらいいけどさそれでオセロの中島みたいにさ洗脳されるとかまではやっぱ良くないなって思うわあんまいいイメージをやっぱ抱かないんだよな年みてにマインドコントロールっていうのそう気休め程度にあそうなんだぐらいだったら可愛いじゃん なんかそこに人生預けるのは良くないなって。100ゼロで自分で決めるね。なんか、こう、こうした方がいいあんたし、なんか、細木和子に、なんとかだわよって言われても、100ゼロで参考にしないな、俺は。全部自分で決める。だってさ、お前、あのババアさ、モンキッキーにしろって言って、お猿がモンキッキーに解明したけど、人気ズドンって落ちたぞ。 あのクソバ,バアそれでなんか人生さ、めちゃくちゃにされてさ、なんかそれで責任取って、責任取ってくれるんだったらいいけど。絶対取ってくんねえからね。<laughs> やだな。細積家族今何してんの話でなんか手記とか発売してんじゃねえの知らねえけど。な親に相談した方が100倍いいわ。 俺細き家族はもう本当に死ぬほど嫌いだから。全人類で一番嫌い。レイザーラモンになんかひどいこと言ってたから。もう本当に嫌いだわ。ほき家族はもう世界で一番嫌いだわ。早く死お前が死ねえよ、ババアとかずっと思ってたわ。<laughs> あんた死ぬわよ、いや、絶対お前の方が寿命でで早く死ぬんだけど、って。お前あと10年生きれねえだろ、クソババアがよって俺は思ってた、心の中で。絶対お前の方が早く死ぬって。 10年経っても生きてるぞ。一時期めっちゃテレビでしたよな。あいつの本未だに売れてる。いや、だからそ,そういうふうに商売する分には俺はいいと思うんだけど、盲信し,しすぎるのは本当に良くないと思うわ。うーん。なんかさ、うーって身,身動き取れなくなっちゃいそういや。星座占いとか1ミリも信じない。1ミリも信じないな。 あの、おみくじとかも俺引かねえし。なんでそんな紙切れ一枚で今年の運勢てめえに決めらんなきゃいけないんだと思っちゃうわ。<laughs> 私大吉だったんだけどみたいなこと言われても。ふーんってなっちゃう。あ、もうこの人とあんまり関わらないでおこうってなっちゃう。<laughs> てめえがなんか一生懸命、なんか努力して。じゃ、じゃ、例えばね、俺が、受験のあ、高校受験の時にうちのおばあちゃんが、 神様に夜な夜なお祈りに行くとか、そういうのは俺嬉しいし分かるのね。本当に感動したし。ただの話のネットだろ。んー、それぐらいだったらいいけどな。なんかあんまりもうとにかく信用しすぎないでほしいな。あれなんて言うっけあの、受験の。墓参りとかもほとんどしねえかな、俺。墓参りとかほとんどしねえかな。なんか、鹿だ 仕方なく行くみたいな「あーはいはいはい」っつって「はいパンパンはいお疲れ様でした」って感じで墓参りとかほとんどしゃねえかなバチ当たりだろ500度参りっていうんだっけ年一ぐらいかなあのお盆ぐらいお盆ぐらいかなお盆 お前、Q ちゃんボクに同じこと言えんの。言えねえな。もうだってさ、Q ちゃん今年いくつか分かんねえけどさ、もう手遅れだからさ、俺みんな若いからさ言ってるけどさ、70ぐらいでさ、もう手遅れじゃん。だからあのまま、和やかに死んでほしい。もうすぐ多分、ねえ、Q ちゃんも死ぬわけじゃん。あと10年だったら生きてないじゃん。みんなはだってあと50年生きるわけでしょ。 な俺のもしかしたら言うことがこういう考えもあるんだなうんこちゃんってなるわけじゃんそういうことあいつ久保田以上のゴミだと子供10人作って認知してない <laughs> へえ幸せな人生だな幸せな人生 幸せだわビッグダディ <laughs> キリストに謝れば俺 OK だなあーまあでもうちも謝ったら許すっていう名目のもとやらせていただいてますから松坂に対して一言本当に頑張ってほしいもう一度もう一度一度でいいから松坂大輔のなんか輝かしい姿を見させていただきたい